やばいです。完全にぶっ壊れました。こんにちは、アズボンジャーです。前回 VS チェンジャーにフルボトルを無理やりセットしたら、若干ちょっと壊れ気味になってしまったので、もしかしたら治るかもしれないので、分解して、ついでにですね、まあ、この赤いのを取ったり、ここの認識するとこですね、出してみたりとか、ちょっとしようと思います。早速開けました。前回はですね、この辺は分解できたんですけど、この辺りがですね、ちょっと複雑すぎたので、分解するの諦めたんですよね。なので、まあちょうどいい機会なので、ちょっとこの辺もちょっと頑張って、開けていきます。まずは、この赤いの、で、そしたらですね、ここの LED のところですね、これ取りますね。ここ、光るのがかっこいいんですよね。これをどかして、次は、ここの4つですね。ですね、やっぱりここがですね、この線がここの中とつながっているので、これちょっと、取りにくいんですよね。とりあえずスピーカーを押さえております。もしかしたらですね、下の、この、黒いパーツごとですね、ここの隙間のネジ取って、まあ、これごとガーンって持ち上げることはできるかもしれないです。ですね、ちょっとこの辺のネジを外したので、もしかしたらいけるかもしれないです。あ、やばいやばい。おかしいな。ここは、この基板ならですね、この4箇所取れば外れます。ああ。これのやつが出てきました。で、あと、これも取れるんですけど、ちょっと、ああ、やっと開きました。まずですね、ちょっと、相当難しいんです、これ。この赤いのが取れます。あと、まあ、この銃口も取っておきますね。で、この認識するとこ伸びてるんですよね。で、ここをですね、外してあるんですけど、赤いのが取れない。やっと謎が解けました。この、クリアレッドのパーツの間に挟まっているバネですね。これを取れば、これが取り出せます。なんとか取れました。これで、やっとですね、認識のとこ行けました。やっと取り出せました。それではですね、まずは、ダイヤルファイターですね、認識するかやってみます。なんで？あれ？なりました。早くしないといけないみたいですね、ある程度。よかったー。壊れたかと思ったー。次はトリガーマシンです。これちょっと、タイヤが邪魔でやりにくい。よいしょ。それじゃあ、ラビットからいきますね。ダメかな。次タンクです。ゴリラ行きます。ダメですね。ダイヤモンド、あれ？ダメだ。高っ。
タッピング。忍者。なるほど。コミック。次パンダです。ロケットです。ライオン。掃除機。あれ？ハリネズミ。消防車。海賊。電車。タコです。ダメだ。ライトです。ダメだこりゃ。ですね、トリガーマシンの認識ピンって完全に並列に3個、まあ、最大9個ってことですね。こういう認識ピンなのに対してフルボトルは1,2,3,4 列もあって、しかもこれ微妙にちょっとこれ差があるんですよね。この完全に並列じゃないんですよね。だからこれ無理なんかもしんないですね。だからですね、北斗とかレジェンドライダーのボトルをやっても多分ね、何も認識しないと思います。頑張ったんですけどね、ちょっと残念ですね。それじゃあ元に戻します。それじゃあですね、普通に戻しても仕方ないので、この押さえですね、押さえの部分なしで戻します。まずは認識する基板ですね、これを元に戻しました。ネジ2つです。そしたら次はこの赤のクリアパーツですね、これを戻すんですけど、まあこれはこのロックのパーツがない時点で、まあ意味ないですけど、まあ一応入れときますね。そしたら次は黒いとこですね。ネジ4本と、あとこの赤いパーツと白いパーツですね。これをつけて2本のネジで固定しました。そしたらスピーカーをセットしてカバーですね。ネジ2つ止めて、回線をここにセットして、ここをネジ2つ止めました。そしたらですね、このロックする部分ですね、これがつけなかったことで使わなかったネジを1,2,3,4,5,6 ここにセットしてなくさないようにします。あとは LED をセットして左右のクリアパーツ、そしてここのロックパーツですね、セットして OK ですね。蓋をしてなんとか戻りました。で、まあ、ここの部分がないわけですけど、ちょっとですね、これ使ってるとここ若干邪魔です。で、肝心の治ったかどうかですけど、超えてますね。前回の動画で電池が切れかかってるんじゃないかというコメントがあったので充電してみました。そしたらですね、治ったっぽいです。いやー危なかったです。この VS チェンジャー分解したやつなんで、壊れてもですね
サポート対象外なんですよね。もし修理してくれたとしても無料じゃなくてお金がかかる優勝タイプだと思います。さらに送料がかかったりすると多分新しく買った方が下手したら安い場合もありますもんね。いやー、壊れてなくてよかったです。ちなみにこの状態にフルボトルを直接セットしても、あれ、全然ダメですね。というわけで VS チェンジャーを分解して直接フルボトルを当ててみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。